あー、もう最悪。なんでこんな簡単なトラップに引っかかっちゃうかな。ねえ、そっちはどう？出口見つかった？そっちもダメか。私の方もダメってことは、誰かが外から開けてくれるのをおとなしく待つしかなさそうね。こんな初歩的なトラップに引っかかるなんて、私としたことが情けないわ。不安じゃないのか、ですって？まあ、不安じゃないと言えば嘘になるけど、だからといって、落ち込んでいてもどうにかなるものじゃないわ。気長に助けを待ちましょう。そうね。せっかくだし、何か話さない？こんな時でもないと、二人で話すことなんて滅多になさそうだし。で、気のせいかしら。徐々に部屋の温度が上がってる気がしない？あんたもそう思うってことは気のせいじゃないってことか。ってなると、今稼働したと思われる装置がエアコンのようにこの部屋の気温を上げているのね。え？ああ、そうだった。コートを着たままだったわね。さすがにこの暑さの中、コートなんて着てるのもバカバカしいし、脱いだ方が余計な汗かかなくて済むかも。ちょ。はぁ、だいぶ楽になったわ。何ジロジロ見てるのよ、変態。けど、一体どこまで熱くなるのかしら。まるでサウナね。もしかして、この暑さもトラップなんじゃないかしら。まずいわね。水なんてだいぶ前に飲み干してるわ。私が魔性氷結樹さえ使えればこんな暑さなんか。え？ああ、いや、なんでもないわ。ただの独り言よ、独り言。だから気にしないで。危なかった。あまりの暑さに、つい私オリジナルの氷魔法の名前を口にしてしまったわ。ありがとう。ちょっと、クラッとしただけだから大丈夫。だから大丈夫だって。これでも、見かけによらずタフなんだから。けど、急激に室温が上がったせいかしら。ちょっとやばいかも。ほんと失敗したな。なんでこんな時に限って、水を飲み干しちゃったんだろう。え？俺の水を飲めって？けど、それはあんたの、けど、半分もないじゃない。それを私にって。自分だって辛いくせに、本当は人よしなんだから。ありがとう。はぁ、生き返った。助かったわ。ありがとう。結構飲んじゃったけど、私はこれで十分だから、残りはあんたが飲みなさい。え？関節キス？何いきなり言ってんのよ。はぁ、動揺してる？私が？何言ってんのよ。関節キスで動揺したり盛り上がったりするなんて中学生かよ。別に私は、あんたが口をつけたペットボトルに口をつけようが、あんたが私が口をつけたペットボトルにあんたが口をつけようが、なんとも思ってないわよ！寒っ！灼熱地獄の次は、極寒地獄とでも言うの？もう、なんなのよ、このエアコンみたいなトラップは！そうね。脱いだばかりだけど、コートを着直した方がいいかもしれないわね。これなら、なんとかこの寒さもしのげそうかも。あんたは大丈夫？いやいや、大丈夫とか言っても顔色悪いし、唇も真っ青よ。ちょっと、手貸して。
ほら、手だってこんなに冷たいじゃない。仕方ないわ。私のコートに入りなさい。ちょっと大きめのサイズだから、二人くらい入れるはずよ。ちょっと変なとこ触るな。だから、狭いんだから、あまり動かないでってば。あと、あまり顔近づけないで。別に、あんたのことが嫌いとかそんなんじゃなくて、その、さっき、暑くて汗かいたから、だから、これ以上私に顔を近づけるの禁止。いい？わかった？それでよし。まあ、多分、しばらくはこのままだろうし、適当に話でもして、気長に助けを待ちましょう。